コウビコモクは霊長目に分類されるコモク。別名コウビサル、コウビ類、新世界ザル。かつてはコウビ科目と下目の階級に位置づけられていたが、新サル類のアモクから下目への降格とともに、コモクに降格された。左右の尾光がやや離れて位置する。学名は古代ギリシャ語で、広い花を指す語に由来し、和名の広花もこれに由来する。 アジアやアフリカに住む競技項目とは独立して進化したが、両者には社会構造や修正などに共通点が見られる。これは平行進化によるものである。例えば、旧世界ザルのコロブスと新世界ザルのクモザルは共に前足の親指が退化してしまっている。旧世界ザルのフクロテナガザルと新世界ザルのホエザルは発生期間が発達し非常に大きな声を発する。 さらに、旧世界猿のチンパンジー人と、新世界猿のおまきルは、知能が大変発達しており、道具を使用する。以上のように、多くの平行進化の例が、旧世界猿と新世界猿の間で見られる。新世界猿は、中心よには、アジアアフリカに住む、旧世界猿とはすでに分岐していた。この時代の南米大陸は海によって周囲から、隔絶された、島大陸であった。 そのため、新世界イザルの祖先は海を経由して他の大陸から南米に渡ってきたと考えられる。小型のサル類ならば流木島に乗って漂着できた可能性も高いためである。当時、北米大陸においてはサル類がすでに絶滅していた。そのため南米の新世界イザルの祖先はアフリカ大陸から大西洋経由で南米大陸に渡ってきたとの説が有力であるが、 北米のサル類が絶滅する直前に南米に渡ってきて進化した可能性もある。旧世界ザルと新世界ザルとが分岐したのは3000から4000万年前と言われている。ヨザルは一色型四季核であり、ホエザルは競技項目と同様に三色型四季核を再獲得しているとされている。他方、ホエザルは一様な三色型四季核ではなく、高度な四季核多形であるとの指摘もある。 これのヨザル、ホエザルを除き、残りの新世界ザルは、ヘテロ接合体の X 染色体を2本持つ、メスのみが三色型色覚を有し、オスはすべて色毛である。これは、競技小目のような X 染色体上での騒動、組み換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。以前は、新ザルアモクアントロポイデアの交尾メとされていた。以下の分類、は、 日本モンキーセンターに従う。ありがとうございます。